まく減った。マイア、そろそろ帰ろうよ。そうね。でもこうしてると気持ちいいもの。もう少しこうしてない？でももう少しだけだよ。二番星が出たら帰るんだよ。え、うん、やってるやってる。きっと野外音楽会の練習だわ。おお、また野外音楽会の季節になったのか。うん、はて、やつはどこへ行くんじゃろうな。妙に気にかかるな。それにしてもわしはじっとしておれん性質だわいな。よっ、フィリップ、マーヤ、マーシーも一緒だったの？ウィーリー、ウィーリー、知らん顔してたら悪いわよ。ん、マーシー何しに来たの？せっかく楽しんでんのに。ウィーリー、そんな言い方っていけないわよ。マーシー気にしないでね。私たちこうやって音楽を聴いてたの。マーヤ、この音楽はどこでやってるんだ？ん、明日の夜野外音楽会が開かれるのさ。その練習だよね、マーヤ。そうよ。そうだったのか。ひ、マーシーは音楽会のこと知らなかったの。音楽好きだったら誰でも知ってんのに知らなかったの。ウィーリー、そんな言い方いけないわ。そう、明日の夜野外音楽会があるの。年に一度の野外音楽会がな。素晴らしい演奏だ。モーツァルトかな。いや、それともバッハなのかな。そんなことテクラさんに聞けばいいんだよ。マウシーとはいつもこうなんだから。ウィリーやマウシーとは気が合わないんじゃろうよ。テクラさん？そう、テクラさんは音楽会の責任者なの。バイオリン弾きの雲なんじゃがな、とても下手なんじゃ。フィリップ、そんなこと言ったら悪いわよ。わしはそうは思わんけどな。マーヤ、練習はどこでやってるの？牧場の近くにある池のそばよ。見たいな、練習してるとこ。じゃあみんなで行きましょうよね。ついてきて。うん。わしは気が進まんな。待ってくれよ、わしも行く。あら、最終楽章は心持ち遅すぎません？テクラさん。遅すぎですって？彼らはうまくいってるようじゃない。どう？ちょうどいいテンポになった？どうもありがとう。これでちょうどいいわ。皆さん、今度は私の方法で演奏しましょう。そら来た。10分休憩します。マーヤ、どうでした？私とても調子がよろしいのですから、明日の夜は素晴らしい演奏を聞かせて差し上げられますわよ。あれでかね。耳、いえ、わしは何も言いやせんよ。なんも。テクラさん、紹介します。マウシーです。はじめまして。こちらこそよろしく。私テクラと申しますの。あなたもクラシックがお好きですの？バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ヨハン・シュトラウス、それにリヒャルト・ワグナーのローエン・グリーンなんかも大好きです。まあ、ずいぶん詳しくてらっしゃるのね。それには訳があるんです。ん？訳？
実は私は。ウィーンのオペラハウスにいたことがあって、毎日オペラやピアノコンセルト、弦楽四重奏の名曲を聴いて暮らしていたのです。ですからテクラさんたちの音楽会がとても楽しみなんです。まあそうでしたの。あなたみたいな本当にクラシックをよく分かっている方に聞いていただけるんですから、私腕によりをかけて演奏いたしますことよ。ステージもウィーンのオペラハウスと同じくらいに素晴らしいと思いますのよ。マウシ、どうぞご覧になって。いかが？本当だ、素晴らしい。それで誰がオーケストラでソロを弾くんですか？もちろん私ですわ。また始まった。フィリップ、バイオリンのソロもいいですけど、音楽会を華やかにするのはソプラノですよ。テクラさん、そう思いませんか？あいにくとソプラノで歌える方がおりませんの、ここには。だったら紹介しますよ。僕の友達に素晴らしいソプラノ歌手がいますから。なんですって？あなたのために明日連れてきますよ。楽しみにしていてください。まあなんで無神経なんでしょう。人の気も知らないで不愉快です。こりゃえらいことになったぞ。わしは今から嫌な予感がするん。フィリップ、ははあ、コオロギちゃんがソプラノ歌手ってわけか。わしの悪い癖が出てきてとってもじっとしておれんわい。そう、照明はそこでいいわ。さ、今夜本番ですから最後のテスト間違えないように。急がなくちゃ、急がなくちゃ。ねえねえ、そんなに急いでどこへ行くの？まやか、いよいよ始まるぞ。何が？マウシーがソプラノ歌手を連れてきたんじゃよ。テクラが黙ってると思うかい？じゃあどうなると思うの？まずテクラの意地悪が始まると見たね。こいつは見もんだよ。なんだか心配だわ。テクラさん、こちらがソプラノ歌手のカトリーナさんです。よろしくお願いします。ほう、よく見るとなかなか可愛い子ちゃんだ。マウシーのガールフレンドだな、きっと。そうかしら。そうだよ、マウシーのやつあれでなかなか隅に置けないんだ。知らない。どうしたんだマヤ。はは、マヤ、お前ひょっとするとコオロギの可愛い子ちゃんに焼いてるんじゃないのか。そんな、あんな人私に関係ないでしょ。このカトリーナさんは今まで私が聞いたソプラノ歌手の中で一番素晴らしい人ですよ。いくら素晴らしい人でも私が合格だと思えなくては音楽館に出して差し上げるわけには参りませんのよ。ん、そんな。ふん、規則ですからね。私今歌いますから合格か不合格か決めてください。結構でしょ。では私の伴奏で歌っていただきます。彼女は綺麗な声じゃないか。ねえマーヤ。フィリップが言ったことは聞こえてるわよ。じゃあね、魅力的な声をしていない？彼女はとっても魅力的な声よ。Yeah.
なんとかしなくちゃ野外音楽会での私の人気は落ちてしまう。私が思わずうっとりとしてしまうほど素晴らしい歌を歌うなんて許せませんことよ。どうぞ。カトリーナ、あなた素晴らしくってよ、私感激しましたことよ。それでは私を音楽会に出していただけるのでしょうか、テクラさん。ええ、それは当然ですわ。まあ、ただただ何でしょうか。あなたの歌がもっと素晴らしくなるように私がこれから個人レッスンをした上でということですけれども。先生、ぜひお願いします。私、歌が上手になるためでしたら何でもします。では早速私の家でレッスンしましょう。今夜の音楽会までにはもうそれほど時間がありませんから急がなくてはね。カトリーナをテクラに連れて行かせて大丈夫かな。心配ないでしょ。ないでしょってのんびり構えてるけど嫌な予感。心配だわ。テクラさんきっとカトリーナに何か良くないことするわ。今から行ってレッスンをやめさせた方がいいわねえマウシー。はあ、や人を信じなくちゃ何事も起こりはしないよ。こんなに心配してあげてるのにいいわよ、知らないから。あんたも鈍いね。マーヤの気持ちがわからないのかい。歌の練習中に一体カトリーナに何が起こるって言うんだいフィリップ。やれやれ、はあ、さあもう一度。もう少し休ませてくださいませんか。さっきから歌い続けですから。いけません。もっと上手になりたいんでしょ。でしたら続けなさい。はい。ダメダメダメ、もっと高い声で歌うんです。まだまだ。はい、やめて。マーヤ、おいしいよ。私欲しくない。ん、カトリーナのこと心配してんの。テクラさんにひどい目に遭わされているんじゃないかしら。だってマウシーに注意してやっても知らん顔してたんだろ。ほっとけば。さあ蜜でも吸おう。そうね、心配だわ。さあさあカトリーナ疲れたでしょ。一休みしましょうか。おいしいイチゴのジュースを飲みなさい。喉も滑らかにしてくれますからね。さあ。あらごめんなさい、イチゴのジュースじゃなくてとんがらしのスープだったわ。あ、さてそろそろ今までのレッスンの仕上げをしてあげましょう。仕上げ発声のよ。カトリーナ、この中に入るのよ。どうして。さっきも言ったでしょう、発声を良くするためです。水の中で歌うとお腹に力が入って声がよく出るようになるんです。歌が上手くなりたいんでしょカトリーナ。はい。さあ歌うのよカトリーナ。はい。テクラさん、マウシーに合わせてください。合わせてあげますとも、音楽会の後でね。でもカトリーナ本当に残念ね。音楽会で美しいソプラノを歌っていただこうと思っていましたのに、声が今まで以上によく出るようにとレッスンして差し上げましたのに、その声ではね、どうやら風邪をひいてしまったようですわね。歌手は風邪をひいてはダメですわよ。あなたはもっと自分の体を大切にしなくては。
わかったわ、わざとやったのね。私に唐辛子のスープを飲ませたのも、水の中で歌わせたのも、みんな私の喉を枯らすためだったのね。ふん、あなたなんかに私の人気を取られてたまるもんですか。そんな目で私を見ないで。音楽会はあと2時間で始まるんですから。ひどい。さあ、レッスンの仕上げをして差し上げましょうね。ほら、よいしょ。もうじきあなたの声は出なくなってしまうでしょ。私はここで悲しいご報告をしなければなりません。ソプラノ歌手のカトリーナが突然の病気で出演できないんです。なんだって。でもご安心ください、カトリーナは今私の家で休んでいます。きっと良くなると思います。そして皆さんに美しい声で歌ってくれるでしょう。気分はどう？だいぶ良くなりました。喉も滑らかになってきたようね。さあ、もう一息よ。よく蜜が喉に一番いい薬と気がつきましたね。いつか先生に教えてもらったのを思い出したんです。そうだったの。カトリーナ、どう？とってもいい気持ち。でも、こんな声だから歌えそうにない。大丈夫、私にいい考えがあるの。元気出して、みんなカトリーナの歌を待ってるんだから。そうよ、マヤの言う通りだわ。さあ、元気を出しなさい。早くしないと音楽会が終わっちゃう。そうね。先生、ありがとうございました。頑張ってね。はい、カトリーナ、早く早く。マヤのやつ一体何をしてるんだ。終わっちまうじゃないか。プログラムではここでカトリーナのソプラノ独唱を予定していましたのですが、カトリーナが喉を痛めて歌えなくなりました。代わって私がバイオリンのソロをお聞かせします。はぁ、カトリーナだ、カトリーナが歌うんだ。まあ、いや、一体これはどういうことなんですか。私がバイオリンのソロの演奏をしようとしてるのに。テクラさん、カトリーナに歌わせてあげてください。お客様あんなに拍手をしているのですから。でも歌える声ではないはずですよ。歌えるようになったんです。そう、カトリーナ、よかったわね。でもどうして歌えるようになったのかしら。それでは伴奏お願いします。歌うのはこの歌です。カトリーナ
さんの歌う曲目が変わります。そして今度はソプラノでは歌いません。でもカトリーナさんがアルトで歌いますから、きっと素晴らしい歌に違いありません。どうか聴いてあげてください。本当なら私に捧げられるはずだったのに。うるさいったらありゃしない。見た目に拍手をやめなさい。あら、もう悔しい。本当にありがとう、マーヤ。あなたのおかげだわ。マーシーの友達は誰でも私たちのお友達よ。そうでしょ。ありがとう。